はい。ということで、ね、今年もやっていきましょう。タイプ別ギフトアイデア2023でございます。こちらの番組は、まあ、タイプ別にね、フェミニン、ヘルシー、クールに分けて、まあ、おすすめの、ね、コスメを紹介していくというものになります。実際、レオがね、ギフトとして選んだ商品もありますので、これからのね、クリスマスシーズン、何かあげるものを困っている人にはね、ぜひ参考にしていただきたいのもありますし、まあ、自分にね、オープレゼントとしてもめちゃくちゃ最適なので、 ぜひ見てっていっくださいまあラインナップはね口紅が、まあ、プレゼント多いと思うので口紅メインで、まあ、あとアルミ系中心になっておりますがはい早速やっていくぞ。 まず一つ目はね、こちらでございます。ザ・マットリップカラーでございます。去年はね、ザリップカラーを紹介しましたが、今年マットタイプという優秀なものが出ましたので、紹介していきます。まずフェミニンの方にはね、ゼロリバンが一番無難かなというふうに思います。ラインナップの中でソフトなピンクになってございまして、このね、可愛い,いのもあるんですけれども、マットであることによって、こう、可愛すぎずふわっとした表現になるので、結構ね、年齢問わず使えるものかなというふうに思います。 まあ,あのフェミニン限らずね無難なチョイスかと思いますそして04番こちらはレオはねあのプレゼント用として買いましたさっきの02番よりはもう少しこうピンキーな感じでこうはっきりと色が出ますねこちらのほんとフォーミュラがすごく良くてマットって言いながらこう乾いた感じではなくてねかといってこうつるんとしたものでもないくすごくね使いやすいリップでございますそしてヘレシーとして選んだのはね01番でございますこの このラインナップの中では結構あのピンク系が多いんですけれどもその中でもこうオレンジ寄りというかベージュ寄りな商品になっております。こちらの01番なんですけれども本当オフィスとしても最適ですしまああのこれは誰でも似合うので、まあ、ヘルシーじゃなくてもいいんですけれども。 まあヘルシータイプにおすすめそしてまあこれぞヘルシーかなと思ってるのが05番ですねこちらのレッドのリップなんですけれども少し朱色っぽいようなカラーでございましてまたベリー系とは違うトーンでこれをねこう口紅につけてこうキラキラとしたねあのラメを目元に飾るだけですごくねフレッシュなルックに仕上がりますしこれでポンポン塗りするのもすごくかわいいですそして次 クールですね。クールはね、まあ、09番あたりかなーって風ふうに思いました。まあ、後半になるにつれてね、こちらのリップはね、濃いカラーが出てきますので、まあ、クールめなタイプの方にはね、後半色おすすめしますが、まあ、09番はね、やっぱ冬といえばレッドということで、レッドの中でも少しトーンが落ち着いたようなね、カラーになっておって、こちらもおしゃれ。ただまあ、クールの方にはこちらを使っていただきたいということで、10番でございます。10番はまあ、バーガンディというシェードで、非常 非常ににザベリーー系のトーンになってありますで、まあつけてみるとがっつりベリーではあるんですけれどもポンポン塗りにもありでございますがまあクール系の方、ね、に送るんだったらね、はい、このぐらいのバー、まあ、カンディーでよしもう全塗りでいける人にプレゼントするのがいいかなというふうに思います。ではこうやってね半分ぐらいで塗ってこう伸ばしてこの綺麗な色を発色させるっていうのがね好きでございます。 ここで宣伝でございます。このようなね、アニメーション、イラスト好きって方はね、ぜひカレンダー発売中ですので、ご購入検討してみてください。あとね、あの、4冊くらいなんだけど、これが最後か売れなくてね <laughs>。あの、本当数冊しかない、もう4冊くらいしかないのであの、ぜひ早めにゲットしてください。卓上カレンダーがね、1100円でございまして、そして壁掛けカレンダーも発売しております。こちら1650円でございます。ほとね、この、 あの買ってくださった方ありがとうございました SNS でもね教えてくれるとすごく嬉しいですはいなんであの本当あと34冊ぐらいなんでどっちもねあのこの機会にゲットしてください。<laughs> それではね、ギフトアイディアズに戻っていきましょう次はねちょっぴりさっきよりは高くなるんですけれどもデコールリップカラーでございます。こちらはね結構バズっていたので知ってる方多いかと思いますがまずフェミニンの方にはね05番をおすすめするかな。実際レオはね、ちょっと送る相手 の肌とか考えて06番を選んで買ったのはね06番なんですけど持ってるのは05番ということで紹介しました、まあ、こちらのリップはね前後の番号例えばこれだったら0506です少しなんか雰囲気が似ててちょっとアンダートンとかちょっと色味感がねそずらしてあるような感じなのでまあ雰囲気決めてあげてこの人にはどっちの色が似合うかなって最後2択で選ぶとかもありかもでまあヘルシーには01番かなと思ってね持ってるこちらを紹介したいと思います、まあこ こちらのリップは本当にこうグロスっぽいようなツヤ感が出るのにもかかわらず。 こうもうねあの均一に塗れて不快感がなく薄膜でそして見た目ほど落ちやすさっていうのがななんかびっくりするほど落ちにくいねなんかティントってわけじゃないんだけどこの質感で意外と落ちないなっていうようなねものになっております。そしてクールの方にはまあやっぱり04番とかのカラーかなっていうふうに思いますがこちらのリップもねさっきのリップ同様に、まあ、01から05よりも後半の色の方がまあ結構 パキッと出てるクールの,、まあの方にはそっちを選ぶのもありかもしれないですけどまあレオが持ってるのは04ということでこちらを紹介しておきます、はい、次に紹介するのはプチプラでございますアンドビーのねシェアーリップでございますこちらがねちょっとお値段的にもねプレゼントとして良さげかなっていうふうに思いまして紹介しますねまずフェミニーの方にはねこのヌードピンクのカラーおすすめでございますレオが一番好きなカラーでございます2200円にしては結構ねいいデパコスのような クオリリティででございいままましててツヤ系リップで、まあ、シアとと言なななががらももちゃんと色が出るようなものになっておりますこうやって塗ってみるとこうプチブラなんですがこうむっちりとしたデパコス感が出るので本当にねおすすめそしてヌードじゃなくてナッツベージュでございますこちらがねヘルシーかなーっていうふうに思ってこれもベージュ系でやっぱんかヘルシーってさベージュのイメージでフェミニンがピンクででちょっとレッド系がねあのくるかなーとかと思って、まあ、今回はね選択して おりますがまあこちらもねあのベージュすぎなくて少しあのピンク感もありますそして最後ねあブリックというカラーでございます、まあ、今回紹介しないんですがクールとしては今ね出てる川口春菜ちゃんコラボのねカラーとかのダークなカラーもいいかなと思うんですが、まあ、今回はねあの定番商品をメインとしようと思ってたのでブリックを選択しましたこういう感じでねまあ使いやすいね赤のリップでございます 口紅はこの辺で次はね、チークでございます。やっぱりデパコスあげるときに、まあ、チークぐらいがね、プレゼントしやすいような値段かなっていうふうに思います。選んだのはね、こちらの3つでございます。まずはスナイレオビューティーですね。スキングレーブラッシュということで、01番のハイライトもすごく可愛いんですが、まあ、チークということで03番を選択しました。こちらはね、ホワイトベースのようなカラーではございますけれども、あの韓国コスメのホワイトベースのチークとは全く違って、しっかりとね、こう白み感が出ずに綺麗な淡いカラーが出るので、 こちらおすすめでございます。フェミニンにぴったりだチークですね。そして次ピュアコン、ああなかったピアコンプラクションブラッシュアルミ系でございます。またですねこちらのゼロ五番ヘルシーとして選択しました。スナイルビューリーとはまた違う発色でねこのクリアな感じとキラキラがすごくね好きです。こちらをねチークとして塗ってあげると少しヘアケっ,っぽさも出るんですけれどもそこまで暗くなりすぎずちょっとねこう顔をシュッとさせるときにもぴったりなのでヘルシーなねルックに。 はいレオはよく使っているのでこちらもギフトとしておすすめそしてまあクールな方にはね03番がいいかなっていうふうに思いましてこちら選びましたまあ結構ねびっくりするようなカラーなんですけれども実際塗ってみるとそうでもなくてこのクリアな透明感がねめちゃくちゃ綺麗かなっていうふうに思いますまあピュアーコンプレクションブラッシュもっと集めたいと思ってるんだけれどもだいたいねなんか買い足そうと思って一応比較で0305持ってるカラーをね掃除しちゃうとねあっ こっちの方が好きだなーってなっちゃってね。全然集められていません。はい、肌の上にのせてみるとこんな感じでございます。クールなね。ベリー系のルックにぴったり、最後はね。大物でございます。あのアイシャドウパレットでございます。まあもらうのが嬉しいプレゼントでございますね。はい、こちらのラインナップをね。選択してみました。まずはね、シンクロマーチ、アイシャドウパレット03番でございます。フェミニンの方にぴったりなまあ、ピンクブラウンパレットでございますが、レオの肌だとちょっとね。サーモンピンクっぽく発色。し はい、このようなカラーでございましてやっぱりこう甘すぎないんだけれどもこうほんのりとこう香る感じの甘さっていうかこのラメ感がすごい素敵なのでね是非ねあの恋人に贈るプレゼントとして是非、はい、ご活用ください。<laughs> ヘルシーのの方には、ね、こちらの02番がいいいかなっていうふうに思いますまずねこのマットのねあのブラウンがヘルシールックに使いやすいしこのゴールドをねパラパラっとさせることによってこうカラーメイク感も楽しめるしブラウンをメインに使うとやっぱこうスモーキーなねルックにも仕上がるしということで普通にねこちらのパレット万能なんですね。 最後はこちらでございます。クールな方にはやっぱ04番ですね。こちらこの間のね、あの、カシスブラウンメイクにも使ったパレットでございますけれども、やっぱクールな方にはこういった青み系を使っていただきたいということで、この紫感もすごく良くて、こう、暗くならないようなね、色に調整されてて、本当に綺麗なので、もうぜひね、プレゼントとして、そして自分のご褒美として買ってみてください。 最後はね、番外編ということでね、レオがまあおすすめすると言いますか、まあレオが買っちゃうね、ものを紹介したいと思います。はい、こちらでございますね。あの、さっきのシンクロマチックのアイシャドウパレットなんですけれども、その01番でございます。こちらのシェード、まあ、ホリデー感ってもないし、やっぱデイリー使いするものであるから、ちょっとなーって思って外したんですけれども、やっぱ一番好きなね、パレットでございますので紹介しました。このうるっとした透明感、そしてこう、 絶妙なクールトーンさんにことによってもあのオフィスで輝けるようなアイテムでございまして何かギフトっていうよりもこう日常に取り入れたいようなウキウキパレットっていう上からな,なんかこう。 ご褒美ってわけじゃないんだけれども、こう、大人っぽさを引き出すようなパレットになってございます。それで、はい、紹介しました。あ、そうだ、言うのを忘れてたんですけれども、あの、獅子口レオチャンネル、最近ね、こう、技術力が上がりまして、あの気が使わない方が多いので、言っとくんですが、まあ、獅子口レオはですね、イラストで実在しないので、こちらのね、あの、イメージ画像とか、中の人の写真に、まあ、レオの目を合成しているも,ものでございます。なので、あの、目は、眼球は絵ですので、 ご注意ください。 次はこちらでございますジェルシチュアートクリスタルブルームリップブーケセラムということで3740円なんですが、まあ、フェミニンのプレゼントとしてはめっちゃいいんですけれども他の方にはねちょっとこのパッケージ的にはね好み分かれそうだなということで番外編で入れましたが、まあ、フェミニンの方のプレゼントとしては結構最適かなっていうようなキラキラのねあのパッケージに中身の質もねいいということでこちらもねご検討してみてください <laughs>。 <laughs> なんかねジュシアワードの回し物みたいなんだけどはいこういうパッケージでございましてレオが持ってるのはこちらまず03番でございますまあねどのカラーもこう前半色 は基本的にクリアグロスみたいな感じであんまり色気にしなくていいかなっていうような感じでねこのようにこう縦じわがすごい目立たなくなってプランピングで結構するのとあと香りがあるのでそこ好み分かれるんですが、まあ、そういったの好きな方にはドンピシャだと思いますそしてね色が濃く出るのはね07番とか後半の色でございますがこちらはね結構こうベリー毛でこれからの季節ねすんごく使えるようなカラーだしあの普通にね中身の質がまあ香りとプランプのところね 好み分かれるんですけれども仕上がりはすっごく綺麗な唇なので、ね、まあ自分へのプレゼントでもおすすめでございますはいというわけでね今回はねフェミニンヘルシークールのね3つのタイプに分けておすすめのねコスメギフトを紹介してきましたまあほぼ RMK でしたねというのも 結局ね、あの、価格帯として一番買いやすいのが RMK で、今年のギフトもレオはね、全部 RMK で揃えてしまいました。さっき言ったようにね、ザ・マット・リップカラーと、あと、ザリク・リクエル・リップカラーね。で、まあ、チークもありだなと思ったんだけれども、口紅が無難かなと思って今回の動画はね、口紅メインでやってみました。 まあ、アンドビーのね2,000円のねリップもすごいいいのでこう2,000円予算のねクリスマスプレゼント交換とかにもねぴったりかなと思ってアンドビー入れたしあとスナイドのーあたりもまあ,あのいろんな商品あるのでいいかなというふうに思いますパッケージがゴールで少しねこう全体的に高級感があるのにもかかわらず、まあ、手に入れやすいような、ね、ものでやっぱプレゼントってなるとこうスックとかクレドポーとかっていやそこまでお金出したくない。 ってなってしまうからちょうどいいのがねさっきのジル・スチュワートのリップセラムだったりああいう3,000円台の口紅とかが一番送りやすいのかなと思いまして紹介してみましたまあアディクションとかセルフウォークもありかなというふうに思って入れようかなと思ったんだけども。 まあセルフォークに関しては、おすすめしたいアラウズリップスが。あのリフィルトケースで別で、何かプレゼントで開けた時なんか面倒だなと思って省いて。アレクションの方も最近なシングル、うん、おすすめするものっていうか、シングル難しいなとかって考えてたら。結局 r ール向けだらけになってしまったっていうような結論ですね。本当レオも今年はね、そのザマットリップカラーと。リクルリップカラーで <laughs>、プレゼントは揃えてしまったし。まあ買いやすいかなっていうふうに思いますね。で。 まあ、プレゼント RMK に関して言うとこうただで、ね、もらえるのが箱にちょっとリボンとタグがついたものとあと300円ぐらいだとなんか巾着とねカードがついたものを買えるっていうようなスタイルでしたね。ということで、まあ、プレゼント選びとかはね、まあ、タイプ別っていうよりも心のやつなので <laughs>、まあ、好きなやつね選ぶといいと思うんですが、まあ、参考になればいいかなと思って、まあ上げるものだったらねいいコスメあげたいしということでねレオ このおすすめでもあり渡しやすい上げやすいものを紹介しましたチャンネル登録よろしくなグッドボタンもよろしくな以上だ